はい、花壇からバイリンへ移動します。ビアイリンへ。うっかー、ちきしょう、また腰が。やっぱねじるとダメだな。痛い方へねじってたから今最悪だな。なんか変なおじいちゃんが変な歩き方してて危ない。もう映るよ、映る方へ行くよ。危ない、なんか変な歩き方してるおっさんが。映った？なんだ、なんかカラカラ言ったな。なんかカランカラ言ったな。俺のクロックだかなんか、なんか落としたかな。あれ、なんか落とした。俺なんか落とした。ちょっとカランカラ言ったな。ちょ、危ない危ない危ない。ポッとやっちゃったよ。あやだしだよ。どう、危ない危ない危ない、危ない。ポッとやっちゃったよ。これだよ、危ねえの。よいしょ。なあ、やっちまったよ。ちょっと、おい、いつもより荷物が多いからさ、こいつが良くなかったな。こいつ、これ何入れてきたっつうと、飲み物、飲みの。先になんかカランカラ言ったの調べてくるね。おい、カランカランカランって言ってたの。何かカランカラ言ったんだよね。なんだろう。痛い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 。この辺に落とした。何か。何かカランカラ言ったんだよな。ないか。ダメだね。腰が言うこと聞かないからさ、どうにもならんね。ダメージはおそらくないでしょう。これ開かないようにしてたし。よいしょ。あ、これだもん。バランス悪いんだよ。よっ、よっこいしょ。やはりこの椅子がダメだな。重すぎるんだよこの椅子な。椅子が悪い。だからこいつは、こいつは、こいつはどうなってた。いや、参ったな。腰支えてらんないんだよ。ダメだな。いや、こいつがこう来て、でこうなってるわけ。ここでこうなってるわけ。サイドに持ってこうかな。ね、後ろに持ってくちゃうと、こうバランス崩しちゃうんだ、こういうな。バランスが悪い、悪すぎる。だからこっちへ持ってくる。バックに干渉するんだがよ。ああ、とタイヤに干渉しちゃうな。ダメだな。やはり後ろ、後ろか。ここなんですよ。しょうがない。ここにしちゃうと今度こいつが変な形でこういう風に乗っかる形になっちゃうからな。ダメなんだよな。あまりうまくないんだよ。今日はこっち側にします。なんか余計なもんまた取ってるな。いやー、体が支えてられない。困った、体が支えてられない。よっこらい。あ、そうか、今度これがダメか。こいつがダメか。あのおっさんさえいなければな、こんなことにはならなかった。荷物がバスケットから落ちるという、キャリーごと。いや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 、この腰ダメだわ。今度太めのロープかなんかで弱いて縛りつけちゃった方がいいかもしれないな。ギュッしたい、バスケットにね。そうしないとダメだわ。チャリが重さでこう傾いちゃって、それで落っこっちゃった、ストーンって。ここいつも通り過ぎちゃうんだな。取り刺すポイント、いつも通り過ぎちゃうんだ。これが、これが目印か。これ、この看板、
この看板目印にしないと通り過ぎちゃう。よっこいしょ。お、日が当たってていい感じだね。芝になってるんだな。芝か苔か。だが何もいない。何もおらん。で、ここはね、距離がすごくあるんです。このフェンスから池までが、18メートルほどあります。池まで。これは600、800の世界です。何もおらん。行こう。行こう。今日が当たっててすごくいいんだけどね。なんかいれば応援出してもいいんだけど。いや、行こう。鼻声になってきたでしょ。鼻水が止まらなくなってきた。暖かくなるようなこと言ってたんだろうな。全然暖かくないよ。日が当たってるだけで。風がすげえ冷たい。出だしが悪かったな。犬ちゃんはちょこっと残ってます。手袋はいらない。まさか落ちるとは思ってなかった。これもダメージなし。レオホトのこの子のバッグです。今日はうるさいのがいるよ。やはり日曜日だとダメなんだよな。プップカプップカうるさいのがいて、この状態だとあまり入ってないとは思うんだがな。ちょうど後ろ側にしたから。さあどうだ、ダメージはどうだい。このバッグじゃなかったら相当やばかった。問題はないでしょう。このバッグにしていなかったらかなりやばかったです。あの高さから落ちたからね。ドーンって。軌道チェック。なんだなんだなんだ、何やってんだお前。はい、軌道チェック。なんでもない。あ、そうだそう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 。これさ、さっきほらマクロレンズくっつけたでしょ。だから撮ろうとしても撮れません。焦点合いません。要はマクロだから接近して拡大して撮るフィルターです。4倍。これ撮ってみようか。こいつ接近、どれだどれがいい、これがいい、この真上がいい。接近ガチャリンコ。今いくつだった。25分の1だった。ほらもうすっごいんだよ。もう今日花粉一面に花粉ついてんだよ。こうやって見るとほんま、はい、吹っ飛んだ。花粉です。普通に向けてもね、全然フォーカスが来てくれません。こんなして。あら、ピコリとも言わないね。あ、そうか。これ C にしてあるからピピって言わない。よっこいしょ。こっち向いて。逆光気味になるけどな。うん、この子行ってみようか。この子。もっと揺れんの。この辺まで。このレンズから10センチぐらいまでは揺れます。これ使うと25分の1だから、片手でやるとブレブレブレでダメです。ダメ、片手だとダメ。あ、F4 になってる。えい、こうやってる。そう F4 になってましたね。あ、近すぎと。200分の1だから大丈夫ね。片手でも大丈夫。はい、こんな撮影が可能でございます。ちょっと、あれ、ちょっと待てよ。まだ 90% あるね。大丈夫。そしたら外しましょう。じゃんじゃん。でこの子を出しておくと。あ、分厚くて入らない。いいや、ちょっとマクロを外しましょう。面白レンズ、面白フィルター。2倍と4倍のマクロ持ってます。この子はね、サニークロスってやつ。こいつは多少ホコリ出てたとね、関係ねえんだよ。もともとボケボケになっちゃうから、ちょっと変わった感じになるね。昼間使うとね、光ってる部分が、キャッ、光ってる。まあ、
すごいね、このこの花粉はすごいね。光ってる部分がよ、あカバカバいいじゃん。あ、この距離そんな変わんねえな。これ10センチぐらいもいけるわ。同じように取るよ。えいえいえい、ちょ、あ、ちょっとずれてか、ダメ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 、これダメ、これ捨てる。ほい、ちょっとブレブちゃった。ほいぽいほいぽいほいぽい、これで寄って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 寄りすぎ、それじゃないよ、こっち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 、はい、またよじっちゃったな、体痛い方でよじっちゃう、やべ、ダメだこりゃ。そっちへ移動したいに移動したいんだ、穴も開いてんだよ、ここ穴も開いてて、そこ座れないんだよ。ちょうどいいのが咲いてるんだけどね、ここに。ああ。今度は角型のフィルター持ってるんです、持っちゃってるんです。こいつも40年ものですか、すごいですね。ただもっとあったんだけどなくなっちゃったんだよ。残ってたのはこれだけ、3枚。これはレインボー、レインボーズボ、あ、汚い、バチバチ、ちょっとフキフキしてな、後ろうるさいで、ちょっとイラッとするんだけどさ、ちょいと傷ついてます、仕方ないです、40年経ってますから。これ用の ND フィルター売ってねえかな、安いのでいいから。今 ND なしだから相当明るくなっちゃってると思うんだ。ほら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 、6400、8000分の1ってことだって、すっごいべ、強烈だべ。でも取れるからな、大したもんだよな。ただいま5000分の1、いきます、ピロ、今日はこんなとこいるよ、合ってないね、これぐらいでピント合ってるかな。ひっ、からのどこ行こうか、どこ行こうか、これちょっと行ってみよう。もうありませんけどね、穴が8000分の1、ストップ。レインボー使ってるとどんな風に取れるんでしょうね、梅ちゃん、やってみろ。ここら辺の梅ちゃん取ってみようか、この辺、この子ね、この子、この子まっすぐしててね。ああ、曲がっちゃう、曲がっちゃう。よいしょ。ちょっと上向いて、上向いて、上向いて。この即興三脚ね、インスタの伸縮ロッド使ってますから、風が吹くと揺れるんですね。はい。そんなことはいいや。8000分の1。すごいですね。あんたどこ見てんのよ、どこ見てんのよ、どこ見てんのよ。
あれ？フォーカス来ない。フォーカス来なくなっちゃった。ちょっと入れ直す。スイッチ入れ直す。スイッチ、ヘンテコリン、こっちから見る。こっちからそっちを取る。この子取るね。この子。ゼロル。スイッチ。こっちからね。せーの。来い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 、フォーカス来い、フォーカス来い、来ない、フォーカス来ない、手でうぐっちゃう、いじっちゃう、これ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 、手でいじっちゃう、あら、あら、フォーカスが後ろ行ったままになりました。ダメですね。こういう時はしょうがねえから、ペコリンコゾーンにしよう。もう一回行くね。もう一回ゾーン、君から行く。ゾーンでも来ないの。後ろがうるさいね。あら、全然ダメだ。フィルターの影響が大きいのかな。全然フォーカス来ない。おい、スポット S、 あ、スポット S にして強制的にキュッて真ん中持ってくるといけた。君もいける、多分いける。強制的にフォーカス、行こう。地元からの、おい、来た。でい、あ、でででで、腰で、腰が痛い。フォギー、フォギー、フォギー、さっきのクロスとね、多分変わんないと思うよ。フォギーだと、ただぼやけるだけ。あ、うるさい、うるさい、うるさい。迷惑、迷惑、迷惑。あ、もうダメだ、この花粉ひどい。どうにもならんな。どうにかしてくれよ。あ、中入っちゃってる。もう今日は一個なしだな。しょうがない。フォギー。あ、汚い。汚いっていうか、傷ついちゃってるんです。これプラスチックレンズだから、傷がついてます。しょうがないです。ぼかすやつだからいいでしょ。フォギーフォギーで何狙う？この辺狙う。行こう。ちょ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 。スタートスタート。キャラ出す、キャラ。んちょこのこもこどこのこしゃどっか、あ、落っこちゃった。いや、もうこれ取れないぞ、俺取れないぜ。腰痛くて取れないぜ。この子は誰？ゴジラくん。ゴジラくんでも取りましょうか。ダメだ、取れない。こうやって取らないともうダメ、やばいです。この子はこっち行ってください、こっち行ってください。ゴジラくん、ゴジラくん、ゴジラくん、どこへ立てようか。ゴジラくん、ゴジラくん、この上に立つかな。立った。ゴジラくん、この上に置いちゃって、風吹いたら落ちます。映ってないでしょ、映ってないでしょ。映ってる？ゴジラくん、あ、ゴジラくん来た、あ、来た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 。じゃあこの荷物からゴジラくんへピロ、にゃーん。はい、脚立、脚立じゃない、三脚へフォーカスいって、上がっていく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 。あ、フォーカスずれた、後ろ行っちゃった。で、戻る、戻った。ゴジラくんです。ストピ、これフォギー。フィルター使ってるとフォーカスは甘くなるよな。しょうがないな。じゃあさっきのとこ、同じとこ撮ってみようか。同じとこ、まっすぐ向いて、あっちを向いて、ちょっと上向いて、こんなもんで、こんなもんで。さっきのこれな、今度写真。8000分の1秒です。すっごいですね。8000分の1秒になるとね、こんなんで撮れるんだね。あれやって、わかる？多分終わりましたね。なくなっちゃったね。この前の強風でみんな落っこちゃったんですよね。あ、そうなんだ。向こうは木ぶっ倒れてるしね。大木が折
べてんの？あの、あそこにあるでしょ、あれの向こう側でね、うん、今まだやってるかな、フェンスかけて。え、何をやってんの？こんなぶっとい木がぶっ倒れちゃった。あそこの向こう行くと分かりますよ。そうなの、うん、雪かなんか。いや、風で、この前の風で。え、中が空っぽだったんかな、これちょっと可愛い。可愛いでしょ。それ撮ってんの。ゴジラ？ゴジラだね、多分ね。ゴジラよ。これをやって写真撮ってるんですか。梅の中にね。可愛い。梅次郎さん来ないからさ。あ、梅次郎さんの代わりにこの子。あらよ、今いろいろやってるんですよ。ほら、おお、なるほどなるほど、そうだ、面白い。なるほど、こういうの。でもどうして置いてるのこれ。置いてるだけ、上に。うん、そう。いや、いろんなキューピーさんでも何でもいいんだよ。そうそう、もう一個いるんだけどね、ちっちゃいのが。ターゲットがないときにどこでもポンと置いて、あらよって取って。テスト、テスト。取ってたね。取ってたね。こっち映ってる？映ってる。これだけ、ね、素早いシャッター速度だと、片手でもこんなの。これでいけちゃいますから。あれ。これなんか気にしなくていいからね。はい、めくら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 。フォーカスどこへ行ってか分かんない。これを A ってやつにするとピピッとなります。なんとか A ってやつね。そうするとこれピピッとなる。ほらピピッとね。これみんな使ってるやつ。ピピッと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 。これ越しのゴジラ、ゴジラ。でした。で、こいつ実はズーム効くんですよ。ズームできちゃう。ズームができちゃうからこんなこともできる。はい、こんなことができちゃいます。知ってた。そしてそしてさらにさらにヘンテコフィルター使ってみましょうね。こんなもんみんな使わないよ。何？これはさっきのレインボーでしょ。こいつを使うとさらにヘナチョコになります。あれ入んない。あれ入った。これ真ん中来てるかな。真ん中来てないとアウトなんだよな。この子は真ん中に来てないとアウトなんです。ホコリホコリホコリ。あ、ダメだこれ、ダメだこれ。あっち、いやー参ったな。これレンズにデコボコがあって、そこにいや花粉がくっついちゃってるね。一個なしだね。一個なしよ。ちゃんとくっつけてやって真ん中来てるよな。中心フォーカスだから、よっ、いやっこい。中心フォーカスだからね。またこっち持ってきて、上向いて、この辺でどうだ。映ってるね、映ってるね。いやー、こっちで。では行ってみましょうか。中心フォーカス、あ、ずっこけてる。フォーカス位置がずっこ、いやフォーカス位置がずっこけてる。はい、むむむむむむ。あ、これか、違うか。なんだこれ、なんだこれ。本当になんじゃこらになっちゃうのこれ。なんじゃこらになるの。何これ、どうやったのって感じになるのね。
何やらかしたんですかってなっちゃうの。これ使うと近すぎ。これさらにね、おかしなことやるよ。フルサイズに変更して釣っちゃうとこんなことになります。こんなこと、こちょ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 っと待って、痛い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 。こんなことになってしまいやす。フォギーどこじゃないよな。めっちゃくさだ。傾いてる。直した。これで、多分このぐらい。ちょっと端っこ行き過ぎた。まあいいや。ね。で、これで、スローモーションでも撮ってみか。どうなっちゃうでしょう。またゴジラさんに来るか。ゴジラさんから行くか。ゴジラさん来た。ゴジラさん来た。ゴジラさんからの、決めるか。どこだ。あれ、なんか変。はい、おちまい。お遊びおちまい。こんなフィルターで遊びましょう。元に戻すね。はあ、